こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダー、さあ、昨日に引き続き、なんでショップをした、なんで今ショップをしたの。クエスト解放って何、一番したの、何これ、え、知らなかった。え、獣神竜できるんだ、へえ。まあいいや、昨日のねガチャ動画見てくれた方わかると思うんですけども、私なんと、スサノオが残り1体でね、運極ですよっていうことで、じゃあちょっとね表示させていきましょうか。ラック順で見ていきましょう。ラック95はね、実は昨日ので1人増えました。リーチがね、もう4人います。1人目、霧隠れ再造、これね重心化させました。昨日させてなかった、1回も使ったことなかったこれ。はい、2人目、まあもちろんね王道スサノオノミコト重心化ですね。で3人目、アイリス、これも94なんで、今回これで5で排出されますから、出たら確実に運極で、4人目も、上杉謙信の94ということで、いずれにしてもこの4体のうちどれかが1体でも出ればもう運極確定でございます。4人に増えたんですよ。じゃあいきますよ、やるしかねえだろ。100連、1回目、ストライク、お願いします。スサノオお願いします。昨日から出てないから。ネフテス、もうせっかくいい夢見てたのに。なんかちょっとルシファーっぽいね、生産同じ、わかんないけど。20連目いきます。まだ爆死じゃないよ。ストライクショット、左回り、目ポロリないな、なかなか。特に左回り見てねえな、チャンギコマリーニ。30連目に行きます。そろそろ君のハートにレボリューション。左回りしてよ、たまには、たまにはしなさいよ、たまには確定しつきなさいよ。属性ガチャの闇って言われちゃうからさ、頼むよ。ああ、やばすクリニック、最後に混ぜます。昨日ね最後に混ぜるっつってね、混ぜなかったから。あとは3人だよ。霧隠れ再造、マーリンじゃなくて、なんだっけ、アイリス、剣心、霧隠れ再造昨日かなり出たからさ、頼む。オーマイガー、オーマイガー、オー、義のため乱世を切る。関羽の義兄弟だっけ、わかる、劉備と張飛。行きましょう、桃園の誓い出て、もう今回でパパパパパッとパパパパーちゃんみたいな感じで決めたい。かわいい、おお、関羽の義兄弟って知ってる？劉備と張飛だ。行くぞ、ストライク、シャッ、確定来ねえな。無事に来ないな、今回も、今回も無事に来ないな。お願いします、ようこそ私のボックスへ、ウェルカムマイホーム。いいよ、全然いっぱい出たから、たっぷり出たから、もうストショー、ちょっと目に気合いちゃった。オッケーオッケーオッケー、丸、オッケー丸、おいで、
おいで、アイリス、大山ね。爆心2連続はさすがに心がボキッと折れるからやめて。さあ、これが90連目。パーン、左。何、一体何が起こってる。おい、これ何、やめてね、爆心は。おお、いらない。カウの義兄弟って知ってる？劉備と張飛だ。あと20連、90連目に突入デイ。どうだ、来て、アイリス、剣心、頼む。おろ、ああ久しぶりだな、お前久しぶりだな。汚ねえ女だ。癒してあげるね。ストライクショット。進化前の声激かわだね。進化後よりも重進化の声が一番別にって感じだな俺は。聖なる水よ、今ここ。ご板をする子はどこかしら。やっぱ進化前だな。癒してあげるね。あ、進化前だな。どう考えても。ああ。さあ行きます、ラスト1回確定ストライクショット一回も確定ねえじゃねえか、やめたってや。もうほんと最後アイリス来い、ここで来い。ナッポのマークのナッポ寿司じゃん。アイリス、大山、ダービースタディオン、すげえな。いやすげえけど、で太ももだ。無敵だよ、本当だよ、ストライクショット。え、無敵だよ、本当だよ、本当だよって言っちゃって、本当だよってナポレオンも進化前も言うの知らなかった。じゃあしょうがない、混ぜていくよ、キック。ちょっとテンション上げすぎて疲れちゃった。いきます、感動の瞬間、感動のフィナーレだ。いきます、いきます、はい、はい、ああ来た。ありがとうちゃん、ありがとうちゃん。はい、ということで、今回の100連で私が得たものはスサノオノミコト。そして最後にね、言いたいことが一つある。みんなに言いたいことがある。それはね、忘れちった。